こんばんは、はるけです。今回は現環境最強 CDM ランキングになります。今の環境下の中で強い CDM 選手たちを最新のトップ10で紹介していきたいと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。じゃあそれでは紹介をしていきます。まずは第10位ですね。第10位は TOTTキミヒですね。キミヒ一応 RB 登録なんですけれども、個人的にはまあボランチの選手かなと思いましたんで、ここに入れてますね。やはりロングパスのプラス、あとはインターセプトプラス、これがまあでかいかなと思いますし、比較的まあボールを持ちやすい、タイプで使いやすいボランチかなと思いますね。まあフィジカルのこう強度だったりとかは若干劣ってしまうところあるんですけれども、 AI 面の良さとかで結構ね、守備はいい感じですね。またペースも別に遅くはないですし、個人的にはトップ10入ってもおかしくないかなと思いますね。そして続いて第9位です。第9位はフッティーズアイコン、シュバインシュタイガーですね。まあ、SBC で作れた選手になるんですけれども、やっぱりこの人もロングパス、あとインターセプトプラス、これでかいなと思いますね。まあ、捌ける技術と、あとは守備っていう風なところですね。まあ、予測とかが、あればね、こういうともともとフィジカルは結構強めなんで、そこでゴリッとちゃんと取り切れたりとかしたのかなっていう風にも思いつつ、だからパワーシュートがね、予測とかだったらめちゃくちゃ良かったなっていう。で、一応まあ、どちらかというとね、多分持ちにくい方の選手というか、キミヒよりかは、まあ、全然重たさはありますので、ドリブルでまあ、むやみに行くっていうのは、ちょっと難しい選手になってしまいます。だから、基本的にはパス面を活かしてあげるのがいいという風な感じですね。まあ全然、この人もトップ10入っててもおかしくないかなと思いますね。で、そして続いて第8位です。第8位は、インターナショナルスター、ロドリですね。ロドリ。こちらも SBC かな。で、来た選手になってまして。まあでも、見なくなりましたね。当時もあんまり見なかった。ですけれども、もう今だとそこまで、見ない選手にはなってしまってます。ただまあ、それなりには強かったし、基本的にこの人もパスめちゃくちゃ上手かったり、しますので、まあ、そこはいいポイントかなと思います。まあでかさがねあって持ちにくいので、まあその分パスでっていう風な感じですね。ただインターセプトがあればね、こういうともっと良かったのかなって思いますね。鋭いパスとかがインターセプトプラスとかやたら良かった。ただこの人のなんかタックル面とかフィジカル面とかは結構ね強いので、そこで予測のプラスとかも相まってしっかりねガツンとタックル取り切るっていうことはできますね。そこは本当いいところやったなっていうふうに思いますけれども、まあインターセプトがあれば、まあ、それカットしてくれたんちゃうかなって思うシーンもね多かったので、まあ本当完璧に近いロドリを求めていただけに、まあ、ちょっと残念なカードではありましたけれども、まあ8位に入るかなと思いますね。そして続いて第7位です。第7位はパストゥーグローリーベンタンクールですね。まあ、非常にコスパがいいという風な選手にはなってますね。まあ、かなり値段も安くなりましたし、使える方は多いのかなと思いますね。で、この人も一応予測のプラスね、あるっていうことは素晴らしいし、一応白でインターセプトなんかもあると。で、要差しもありがたいなという風なところですね。で、結構この人もまあデカめかな。だけど、そんなに重さを感じないというか、結構小回りが効いたりとか、あ、意外と軽いなって思う瞬間もね、ありますので、そこは非常にいいポイント。でかいけど軽いっていう。で、パスもね、もちろん上手いし、あとは守備力もね、高くって、フィジカルもね、強いので、結構ね、ほんと万能な選手ですね。一応まあ、ボランチとか CDM じゃなくて、でも CM 起用もね普通にありな選手にはなってますね。ちょっとベリンガムチックな選手だと思いますね。そして続いて第6位です。第6位はインターナショナルスターライスですね。ライス、まあ、こちら SBC で来たという風なことで、非常にプレイサルプラス3つですけれども素晴らしい選手ですね。やはりインターセプトプラス、ここがねやっぱロドリと違う部分やったかなと思いますね。予測とかね一応プラスじゃないけれども、フィジカルね強くってしっかりタックルもできますので、それ以上に結構インターセプトプラスを持ってるかどうかっていうところでライスと差がついてしまいましたね。で、あとは一応、まあ、ブロックのプラスを持ってるんで、センターバック起用とかねしてる人も当時は
いましたし、それぐらい守備力はね結構高い選手になってます。ただまあ若干ドリブル重かったりとかはするし、もちろんロングパスがプラスとかだったらより良かったなっていう風な感じで、まあなんかどちらかというとパスでね違いを作るっていうよりかは守備で違いを作るっていう風な選手だと思いますね。そして続いて第5位です。第5位はメイクユアマークチュアメニですね。チュアメニ、まあこの人も本当に非常に強いですね。結構本当1だったりとか2位だったりとかのクラスのレベルの選手ではあると思いますね。で予測のプラスねしっかり備えてるし、本当にちゃんと取り切るっていうことができますね。でまた容赦なしなんかもありがたいし、一応インターセプトもね白でついてると、でブルーザもあると、でまあ貫通しないしフィジカル強いし、で意外とね持ちやすくなったチュアメニというか、結構ねドリブル面改善をねされてますし、この人も値段結構安くなってんのかな、10万ぐらいで買えますんで、めちゃくちゃねコスパはいい選手になりますね。でまた逆足後も嬉しいし、ペースも速いしっていう風なところで、一応ね、まあ、中盤かセンターバックは迷ったんですけれども、中盤で一回使ってみて、あなんかちょっとちゃうなって思ったらセンターバックがいいと思う。センターバックでも本当にトップオブトップのね、選手だと思いますね。そして続いて第4位です。第4位はフッティーズゴレツカですね。ゴレツカもねむちゃくちゃ安い、2万3万ぐらいかなまでだいぶ落ちてますんで、すごくねおすすめな選手になってますね。まあ剣はねフッティーズということで気にすることないし、本当に万能、でかくて強くて理不尽さあるっていう風な中盤なんで、めちゃくちゃねやっぱ自分的には今作もゴレツカは好きな選手でしたね。でロングパスのプラスがついたっていうことも非常に大きいですかね。そこでねやっぱりロングパスでアシストってすることできるし、予測のプラスもねあるんで守備面素晴らしいし、まあパワーヘッダーとかがそんないらんかったかなっていう、ここがやっぱりテクニカルとかもちろんインターセプトとかだったらよかったっていう風な感じですね。一応ねエアリアルとか白でついてるんで、サイドバック起用とかも全然していい選手になってますね。本当に万能、どこでもできるっていう風な選手ですね。そして続いて第3位です。第3位はフッティーズカンテですね。カンテ、まあ、TOTT からね強化をされまして、この順位に上がってきたという風な選手ですかね。非常にやっぱり強いなと思います。特になんか何もしなくてもちゃんと ST の前に立ってパスコースしっかり切ってくれるっていうところがありがたいなと思いますね。まあみんな強いんでそういうことはほとんどの選手してくれるんですけれども、やっぱその確率がカンテは高いなと思いますね。でインターセプト予測プラス素晴らしいし、まあシールドのプラスも意外とカンテからするとありがたいのかなと思ったりしますね。で一応ブルーザとかも白でついてるし、ちっちゃいながらにフィジカルでゴリッと取り切るっていうこともなんかできるっていう風な選手になってますね。またもちろんドリブルもある程度軽いし、パスもね上手くなってて、やっぱ逆足号にもここは TOD と全然違うというか、逆号スキルになってるっていうところもまあかなりのアップグレードになってますので、非常に素晴らしいボランチ選手の一人ですね。そして続いて第2位です。第2位はグレイツオブザゲームアイコンビエラですね。ビエラ、パトリックビエラになりますね。まあ SBC で格安で来たし、値段もだいぶ安いんで市場価格もね、使える方はめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思いますね。やっぱりねこの人がいればだいぶ守備がね楽になるというか、ありがたいなと思う瞬間は多いと思いますね。さすがビエラみたいな感じで、本当にまあでかいね体を生かして足しっかり伸びますし、フィジカルも強いし、本当守備だけで言うんだったらもうトップオブトップ、センターバック以上に強いんちゃうかみたいなレベルの選手になってますので、すごくねおすすめ。だからこの中でいくとやっぱりまあチュアメニとかライスとかみたいなタイプにはなりますね。で個人的にはパス面とかあとはドリブル面若干改善はね、されてますので、そこもいいのかな。器用になったビエラっていう風な感じになりますね。まあ個人的にはねエアリアルとかあとはロングパスとかついていればサイドバックにも置けたなっていう風な選手ですね。そして続いて第1位です。第1位はエンドオブアンエラトニークロースですね。まあ個人的には FC34 最強ボランチっていうところで行くんだったら、ちょっと1位はクロースにしたいなと思いますね。まあここ
3回ぐらいのランキングで多分ずっと1位はクロースなんじゃないかなと思いますね。本当に目標でゲットできたレベルの選手ではないし、まあ、もちろんエンドバンエラなんで本当最後のカードっていう風なことでこれだけ強くなったクロースがね、まあ、ずっと使えるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいし、本当にめちゃくちゃ強い、相当強いなっていうのは改めて、まあ、ずっと使ってて感じますね。まあ、総合力っていう風なところが高いですかね。もちろんその守備だけで言うんだったらね、ビエラとかチュアミとかの方がいいかもしれないけれども、こう真ん中の選手として攻撃の促進だったりとか、あとは守備のねフィルター役とか、本当高クオリティでできるっていうところがかなり評価高いですね。もちろんセンターバックとかアタッカーとかだったら、まあこれはね必要で持ってるけどこれいらへんよねみたいな感じですけれど、やっぱ中盤なんで本当にいろんなことができる選手が一番強いっていう風な、まあ、評価をね自分はしてますので、その中でボランチだったらクロースはかなりそこのいろんな状況に対応できる力っていうのがあるなという風に思ってここに入れてますね。こちらが現環境最強 CDM ランキングになります。少しも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.